RIAJ の発表でですね、今年10万枚売れていたようでした。K-POP、セブンティーンすごいよね。ABEX 復活への呪しということで、重要な立ち位置にいるやん、XG っていうことなんですけれども、アメリカでとりあえず売って日本で持ってくる逆輸入みたいな。最近 K-POP でも英語曲出すようになってきちゃったので、歌番組出たりとか、メディア系出たりとかが、まあ、ほとんど日本ではない中で10万枚っていうのは、はい、ガイズ、ホーコンバックとマチャのコニーです。ラリビデオではモーションデザイナーしてくれたコニーです。ということで、今日は XG の広報の会をしていきたいと思います。ということで、日本レコード協会広報 RIAJ の発表でですね、今年 XG のニュー DNA がゴールド認定にされました。認定をされましたということで、10万枚売れていたようです。ということで、皆様、正直なところ、音盤、まあ心配だったんじゃないかなと思います。まあ初動が4万とかで、最近判定で4万8千っていう情報を見てたので、まあ累計で10万いったとは知らず、ゴールド認定もされてたということで、改めておめでとうございます。もしまだチャンネル登録、まだの方いましたら、ぜひチャンネル登録ボタンを押して、購読してくれると嬉しいです。XG、かなり最新情報とか、翻訳とかリアクションとかやってますので、チャンネル登録お願いいたします。まあ日本でのプロモーションというか歌番組一切出ず、まあイベント系は出てましたけど、ケイコンジャパンとか、まあCM はやってた。確かにやっていた。結構流れていた。そして渋谷のハイジャックとか、タワレコとかのプロモーション結構ありましたけども、それ以外あんまりそこのゴリゴリ歌番組出たりとか、メディア系出たりとかが、まあ、ほとんど日本ではない中で10万枚っていうのはかなり素晴らしい結果なじゃないかなとポジティブに捉えております。しかもストリーミングが XG はすごいのでっていうところで、ぶっちゃけストリーミングって全然儲かんないんですけど、1再生あたりも 0.0005 セント7セントとかそこら辺の全然あれなので、なんなら Spotify ですら儲かってないですね。本社の大手のレーベルっていうか、ユニバーサルとかワーナーとかそこら辺に結構権利があるので、大きな権利があるので、まあ全体で見て、音楽業界全体で見て、世界のね。なので結構そこに利益がいっちゃうんですけど、まあそういう話は置いといて、まあ XG が ABEX でどの立ち位置にいるのかというところも、今回含めて話していきたい。めっちゃ面白い記事があったので、ということで、こちらね、今年なんですけど、10月ゴールドリスク認定ということなんですけど、やっぱり強い K-POP ということで、トリプルプラチナ、一組だけでした。セブンティーンさん、セブンティーンヘブンですね。こちらまあ、韓国で500万枚とか言ってるんですけど、日本でも強いねってところで、ほぼほぼミリオンいくやんってところで75万枚、でその次にダブルプラチナということで、欅坂46 50万枚承認欲、ここも強いね。まあアイドルらしいアイドルはやっぱ日本でも韓国でもやっぱ強いんですよね、ということで、でプラチナ認定25万枚の方は INI さん入ってきてますね。で INI は JO1 の後輩グループなんですけど、韓国の事務所と吉本がもう一緒にプロデュースしてっていうか、一緒に持ってる感じっていうことで、なんか XG とはちょっとバックグラウンド的には似てるんですけど、韓国の歌番組も出ている日本人グループの一つであります。でその次に WEST ですねが出てくる。こちらも25万枚。 NMB48 25万枚で、トゥモローバイトゲザー、こちら K-POP ですね。ハイブグループの、アメリカでね、めっちゃ人気ある。トゥモローバイトゲザー。はい。で、こちら、The Name Chapter Free Fall ということで、25万枚の下に行く形です。10万枚。で、誰と他並んでるのっていうところなんですけど、モームス、すっごいフィーバーですね。と、ミスチルのミスユー、ヨアソビさんと並ぶ形でニュー DNA が、ゴールド認定されていますということで、おめでとうございます。まあ、結構、すごいんじゃないの？今時フィジカルの CD、アルバム売れない時代にしては、しかも ABEX にしては、アムロナミエ、浜崎あゆみが最盛期でしたけれども、東方神起とかが、まあ2000何年かに、まあ活動休止になってから結構まあフィジカルの CD も売れなくなってということで、まあ足踏み時期があったんですけれども、XG をかなりね、中長期計画的に推してるし、あ、こちらサイトの方、RIAJ って誰が見るねんってところなんですけど、サイトの方公式飛んでいただくと、もちろんミリオンとかは確かなかった。まあ、75万枚のセブチが、10月は一番良かった、成績的に良かったんですけど、邦楽アルバムのところでこちら載っております。認定 G っていうのは10万枚です。で、メーカー名は XG、 もちろん ABEX ミュージッククリエイティブという。うん、まあ、海外だとあれだよね、ソニー、ワーナー、ユニバーサルが、3大ですよね、メーカーというか、なんですけれども。で、XG、ABEX どういう立ち位置なのっていうことで、まあ、ABEX 結構苦戦してる、苦悩してるよねってとこなんですけれども、
ABEX 復活へののろしということで、まあ、2022年にこの記事が出たんですけど、改めて読んでみたら、やっぱ重要な立ち位置にいるやん、XG っていうことなんですけれども、こちらですけどね、マスカラで結構バーッと火がついてというところなんですけれども、XG を生んだ X ギャラクを手掛けているのがこちらですね、日本のエンタメ企業 ABEX だということで、グローバルに勝負できるアーティストの創出を目指し約5年間にわたり XG を育成ということで、かなりさ5年間もサイモンさんがさ下準備を積んで生んだグループだから、それだけ ABEX も推すでしょうっていうことで、IR 資料とかにも載ってるんですよね、株主資料 ABEX のに載ってます、 X ギャラクスプロジェクトっていう名前で、でこちらも試作も全て世界でのヒットという目標が念頭にあるということです。かなり ABEX で一番初の試みなんじゃないかな、ここまで世界で売るみたいな、アメリカでとりあえず売って日本で持ってくる逆輸入みたいな感じですよね。で面白いのは韓国のプラットフォームをいい形で利用しているっていうことですよね。でプロデュースも完全に韓国、まあ K-POP なのか X-POP みたいなのはありますけども、まあ、プロデュースしてる側、サイモンさんが X ギャラクス側としては X-POP ですって表現したいけど、結局 Spotify とか見ても K-POP フレッシュとか K-POP の最新のプレイリストに入っちゃってるので、まあ、世間的には K-POP っていうジャンル分けはされてしまっている、 Spotify がね入れちゃうぐらいだから曲を、 XG の曲を、しかも K-CON とか、 K-CON の K ってコリアの K、 K-POP の K です。で今度出る中東のハイプラウンド K フェスとも K がついてるので、いわゆる K-POP なので、 K-POP のプラットフォームとかフェスとかそういう大きなあの船にというかプラットフォームにいい形で乗っかってるので、 K-POP って言われても仕方ないんですけども、まあ、やってることはすごく新しいことですし、全員日本人で英語で歌う、でも韓国のプロデュースっていう感じです。なので、まあ、X-POP っていう風に呼ばれているわけでございますけれども、まあまあまあ最近ね、あの厳しいんですよ。安室奈美恵や浜崎あゆみなどの大ヒットアーティストを多数輩出した、まあ、90年代か2000年代にかなり儲かってたというか、会社ですけども、それ以降存在感が薄くなったと感じる読者は少なくないだろうということで、私もそのような感じで感じている Z 世代ではありますけども、皆さんもっと詳しい方いると思うんですけども、そんな感じはしてますよねってところ、中期経営計画を、まあ、2022年の5月に発表したんですけども、主要施策として掲げるのが X ギャラクスを含めた連続性のある自社 IP ということで、アーティストなどの、知的財産ということで、intellectual property の略ですね、IP 開発だということで、かなり XG は長くメガヒットアーティスト創出に苦しんできた ABEX にとって XG は復活へののろしとも言えるということで書かれています。かなり推したいんだよね。でこちらです、まあ、売上にしては別に我々が心配することじゃないんですけれども、まあ、ライブ興行など新型コロナの影響が直撃し、創業の始めの頃の営業赤字を献上した2020年よりはマシだったというのに過ぎないということで、コロナ以前は売上規模を踏まえれば回復はまだ道半ばだということで、浜崎あゆみデビューでバーンって行って、ここら辺で社長し松浦社長ここでバーンってまた行って、さらにここです2012年でバーンって言って、東方神起が活動休止してめっちゃ下がったんですよ。もうすごい時代だったの、2015年の12年15年の間、東方神起ので、安室奈美恵が引退して、このダブルパンチが起きて、かなりあの利益がかなり下がって、一気にボンって下がって、トリプル A の活動休止で下がったと思ったら、またちょっとあの多分コロナでね、なんかいろいろ非 CD 売り上げが上がったのかなという、まあ、あの映像の部分とか、あのオンラインのイベントとか、そういう部分で持ち直したんじゃないかなと。その中で XG ということで、まあ、ちょっと下にスクロールをして、はい、まあ、ABEX ユースをこちら立ち上げて、若手のアーティスト育成とかやって、その中でもう一つの特徴として、出口戦略を明確にしたプロジェクト形式で運営する点だということで、 XG を配置した X ギャラクスプロジェクトはダンスボーカルグローバルというコンセプトで活動できるよう、初期から方向性を明確にして、育成に取り組んだということで書かれています。でなんかこの前会長のスポがあったらしいけど、ボーイズ版もなんかあの準備してるらしいですよっていうのを視聴者の方からいただきました、コメントで。なんかまあやってくるだろうなと思ってたけど、ガールズグループもう一個作るのかなと思ってたけど、ボーイズ版を今手掛けてるらしいですね、準備してるらしいです。まあ英語で歌うグローバルボーイズグループを作るのかなっていう感じです。まあ日本見てもボーイズグループまだ全然足りてないし、あってもいいかなっていうところなんで、
ABEX が切り込んでくるんじゃないかなと思います。でこちらですね、継続的にヒットを出せるか否か問題、 XZ を見ても ABEX が出口戦略を重視していることが伺えるということで、まあ正念場というか、海外 IP 増やしたいのはすげえわかるし、 ABEX USA とかでもすごいんですよ。アリアナグランデの Thank You Next とかセブンリンクスとかの権利の一部保有してたりとかしますし、まあジャスティンのピーチーズとか有名ですよね。ベックス USA が関わったりとかして権利の一部所有してたりとか、WAP っていうあれですね、メーガン・スタリオンみたいなラッパーさん、アメリカのラッパーさんの曲とかの権利を持ってたり、ベックス USA 自体は日本人のねビートメーカーとかそこら辺プロデューサーとか関わってるのかな、が海外で、まあ、曲をの制作に関わっている、 US マーケットの曲制作に関わっているとかいう意味で ABEX USA はすごいよねってとこなんですけど、まあ、ニューダンスのプロデューサーサイモンさんに関わった人のと一緒に関わった人の中で USA の、ね、ABEX USA の方とかいましたけれどもっていう感じで、でプロデューサーは韓国を中心に音楽活動を展開してきたサイモンが務めており、歌やダンスなどのレッスンにおいても韓国式を多く取り入れたという、うん、かなり韓国式、韓国で育成され、まあねベースは韓国にあるのでほぼほぼ K-POP と言われても仕方ないという状況だけれども、さらにマスカーのリリース翌日からは立て続きに韓国の歌番組に出演ということで、そうなんですよね、歌番組にも出ている、まあこの当時いろいろありましたけれどもということで、まあ全て韓国の真似するわけではないか、研究していいとこを取り入れたいということで、まあこれはすごくいい方法だなと思います。まあ売れてる K-POP、 今世界で聞かれてる K-POP、 やっぱ J-POP、 K-POP 比べたら K-POP の方が今聞かれてるでしょっていうところで、まあ会長も言ってましたけども、そういう意味いいものを取り入れて自分らしい、まあ ABEX らしい、 X-GALAX らしいものを作り上げていくっていう目で、まあいいアイデアなんじゃないかなと思います。 J-POP 流で世界に出ていこうと思ってもなかなか無理だしね、韓国の K-POP のプラットフォームがないと世界には出れないよねっていう部分の戦略だと思います。んーで、ABEX はアメリカ・ロサンゼルスにもスタジオを持っていて、現地の要素を取り入れながら日本のオリジナリティを持ったアーティスト作品を出していけるのが理想だということで、そうですね、アメリカのスタジオにでサイモンさんが曲作ってたりとか、そういう映像もあったりとかして、まあ、向こうの USA の方とね、まあ、コラボとかしたりとかあるんじゃないですかね、曲の作る段階で。でもちろん曲自体はインハウスで ABEX でちゃんと完結して曲をね制作してますけれどもっていうところはあるんですけれども、まあ、こういったプロジェクト形式のアーティスト育成については、未知の領域なので全てがヒットする確信はない、確信はないんだけど、まあ今の段階10万枚ゴールド認定されましたと、しかもデビューのミニアルバムですので、次フルアルバム出したら30万枚50万枚ぐらいいってもいいんじゃないかなと思ってるし、まあ日本で10万枚だから他の国でも数万枚全部計算したらってところでかなりいくじゃんって思って、もちろん韓国ではどうなんだろうかね、日本ほどはいってないのかもしれないですけども、全世界でまあ聞かれている XG なのでリスナーの割合がね、日本人 30%、 アメリカ 20%、 他の国 50% なので、いい形で分散してる、あれはアルバムの売り上げをね、まあ全部トータルで計算したら結構いくじゃんっていうところなので、それも戦略なんじゃないかなと、リスナーを分散させる、ファンを世界各地に分散させる、だから日本だけじゃなくて他の国にもファンがいるので、まあ、よりどころはいろいろあると、うん、まあいろんなアメリカによりどころもあります、ヨーロッパでも聞かれてる、アジアでも聞かれてる、日本でも聞かれてる、韓国でも聞かれてるってことで、そこは強いよね。でも最近 K-POP でも英語曲出すようになってきちゃったので、まあ特別じゃなくなってきちゃった感じは最近している。エスパとかもニューアルバム英語で出しますし、まあ、BTS のソロのメンバーもね英語で最近曲出すようになってきたりとかありますし、そのうちニュージーンズとかそこら辺も全部フル英語の曲出すようになってくると思うので、英語で歌うこと自体がもうスタンダードになってきてるんだけど、まあ R&B ヒップホップっていうジャンルをね、まあ K-POP らしいあのグループ構成で、まあ4トンとかもやるしさ、サイン会とかもやるし、要は K-POP なんだよね。グループの構成とか活動の仕方自体は歌番組とか出てるしね、ショーチャンピオンとショーとか、まあほぼほぼ K-POP なんだけど、英語で歌ってるしっていうところで、あとに全員日本人だしっていうところで、世界の方に音楽を届けるっていう部分で、まあ、新しいジャンルをこう定義したいよっていう新たな挑戦をしてるので X-POP だと思うんですけど、そこは素晴らしいなと私思っておりますけれども、
まあ確信はない、売れる確信はないらしい、でも売れてきてるからっていうところで、エクシーもスタートダッシュは切れたもの、今後世界的なヒット曲を継続的に出せるか、そこですね。ヒット曲、まあシューティングスターレフトライトがめちゃくちゃすごかった。で今回のアルバムどうなんだろう、あのその神曲2曲に比べるとメガヒットっていう曲はなかったような気がしている。ただニューダンスがイギリスのね、アメリカよりもチャートインするの難しいと言われてる、あのイギリスのチャートの27位とかに入ってきたりとかしてるので、まあヒットはヒットですということですね。で ABEX の業績にプラスに貢献するかは未知数だということで、まあ未知数なのが楽しいんじゃん、それを追っかけるのがファンは楽しいんじゃんっていう感じで、私も元気をもらっております。まあ一方で黒岩社長は、韓国のエンタメ企業のように日本からもアジア市場、世界市場に打って出るアーティストを作っていきたいということで、まあ ABEX 初なんだよね、 ABEX X ギャラクス初のガールズグループ、グローバルガールズグループっていう感じなので、まあ、韓国のいいエッセンスを取り入れてグローバル市場に売っていくっていう感じだよね。なので日本の歌番組には出ないっていう、あえて出ないっていう戦略で先に世界に売ろう、アメリカで売ろうっていう感じなので、そのうち、まあ、アメリカでめっちゃ売れてきたら日本にも 逆輸入して紅白とかね、まあ、M ステとかそのうち出る時代も来るんじゃないかなと思うし、逆に出たらなんかちょっと特別感、セレブ感なくなる、海外セレブ感なくなるやんっていう、もしかしたらそういう方針もあって一生日本の歌番組には出ない可能性もあるけれども、ビッグになりすぎちゃったらね、さすがにね。でもフェスとかには、日本のフェスとかにも出るし、土壌のだって日本の公演にも出る予定だったし、K スタイル本当は出る予定だった、出る予定なのかな、なんか春にですね、 K スタイルのイベント、エンティーンとかが出るイベントに出るみたいです、情報は入ってましたけれども、まあ日本のエンタメ業界の老舗は再び存在感を高めることができるのかということで、まあ、前世紀のね輝きを取り戻したいし、海外での IP をねもっと増やしたいっていう部分で、まあ若手の育成を掲げつつ、同時に X ギャラクスっていうプロジェクト単位での、こういったことも進めているということで、まあ浜崎あゆみ、安室奈美恵、そこら辺東方神起がまあ引退とか休止とかある中で、どうあの IP 増やせていけるかとか盛り上げていけるかっていう部分で、 X ギャラクスのこのプロジェクトはかなり、ABEX も推してるし、復活へののろしなわけですということで、ゴールドディスクですよ、素晴らしいなと思ったので、まあ夜遊びさんとさ、ミスチルに並ぶってすごいよね、モームスと並んでるってすごいよねって。でも一方で改めてやっぱ K-POP セブンティーンすごいよね、多分知らない、私知ってるけどセブンティーン日本人で知らない人めっちゃいるんじゃないかなと思うんだけど、10月で一番ある日本で売れたアルバムセブンティーンですって言われて、セブンティーンって何ですかとか言って、で紅白にも出るらしいんですよ今年セブンティーン。そこら辺でやっぱ K-POP の強さ健在だなということで、今回長々と語りましたけども、こういうなんかゆったりと語る回面白いなと思ったら、いいねボタンのクリックとチャンネル登録もお願いいたしますということで、 Thank you guys for watching. Stay safe and healthy. See you guys in the next video. Goodbye. Bye.